間に対応した店員が店長に怒られるってどういうこと？いやー、彼らたちには何も言ってないですね。仕込みを雨の日に減らすことは当然のことですし、それで僕が怒るわけないじゃないですか。じゃあ何？あいつらが嘘ついた。いやー、そうとしか考えられないですね。はぁ、あ、あいつ、くそ。いやー、もう前からよく嘘つけるやつらで、もうどうしようもないんですよ。なるほどな。まあカメラを見ればわかることだ。僕の指示です。僕が指示しました。ちょっと耳貸せ。クビにすんじゃん。おい、お前の指示なんじゃなあ、お前の指示なんじゃクビにすんぞ。おい、立て立て、お前クビだ。大塚どこ行った？あ、トイレっす、はい。ああ、またトイレ行ったのか。はい。これは説教しねえとな。お前さ、うんこばっかしてんじゃねえや。お前舐めてんだろ。こっちはよ、イライラしてんだよ。おい、聞いてんのかよ。おい、早くさっさと出てきて。ちょっと来い。ただ飯、やっぱりナポリタンだよね。うん、うまそうだな、おい。しゃ、うわ、ほんとにうまそうだな、これ。ではでは、いただきます。まずはね、匂いから楽しみましょうかね。はぁ、うん、うん、おいしいか？おいしいか？大丈夫か？ほら食べろ、食べろ、ほら、おいしいか？食べろ、食べろ、ほら、ほら、食べろ、食べろ。いや、俺と大事な話があるんだろう。
くり腹添え。